さあ持ち前のアーリーオフェンスとなるのか、攻撃力もやはり非常に高い千葉ジェッツ。こちらはギャビン・エドワーズのスリーポイントで、13センチの阿部亮と197センチの佐藤というこのマッチアップでした。いいバウンドプレーでしたね、千葉ボールです。富樫ここもギアを上げてスピードを上げてきた、得点になります。いいですね、富樫自ら行くかキックアウト、佐藤のスリーポイント決まりました。いいですね、かなりプレッシャーをかけている島根のディフェンスです。なんとか抜けられるか、ここも富樫が抜けていく、うまい、フローターレイアップでしたね。3点差です。スミスポストアップ、このショットも力があります。4点差です。藤永はここトラビスとのマッチアップというところでしたが、ここは見事な連携見せます、ね、まずこの藤永は見事なアシストでした。そしてこう止めに入ったビュフォードなんですが、これでコーナー3に関しては小坂選手はしっかりチームのオプションとして入っているように感じますね、はい、波に小坂はこれがこのプロの舞台でのスリーポイント成功は初めてということになります。リード6点に広げています。トラビスのこのディフェンス、こじ開けていきますがブロック。そしてこの外の位置、中につなぎました。ここはボール、いい動きを見せている。最後インサイドの粘りはディフェンスで一度外に戻しました。ただ抜けられるか、いいですね、見事なドライブインです。ふわりと中につなぐ見事な連携です。いいアシストですね。やはり今 9% 抵抗していましたからね、はい、続きます。あれが入ります。いや、これはバスケットカウント、原選手、このドライブ仕掛けて少しスローダウンして体をぶつけて逆にあのビフォード選手に飛ぶ、ダンカーのショットのショット外れますが、今日はリバウンド取ります。そしてトップの位置から富樫、ここもオフェンスリバウンド、最後得点になりました。千葉のいい高い強いです。突き破れるか、ここも見事ファラーズのスティール、そしてユーロステップでねじ込んでいく。島根はチームファウル、これで4つ目です。よくボールが回っています。そしてここも見事な緩急で得意のフローター、富樫のハンドリング、ここは少し前に出てのスリーポイント、一つやはり昨日そして今日の前半も注目のリバウンドからニック・ケイ、ただブロックショット、アルのディフェンスです。ポンポンとボールをつないで佐藤のスリーポイント、さあわずかです。スミスは高い外のショットもあります。ここはパスを選択でギャビン・エドワーズにつなぎました。味方からこれはパスは出せません。間に入りました藤永スティール、いいですね、1本来るかですね。そうですね、残り5秒なのでフィニッシュ、千葉は決めたですね。スミス外の力があるが、いやー来ましたね、落ち着いてこのふわりと、はい、いやー滞空時間長いジャンプショット、いいですね、はい、抜けられるか、ルーズボール島根、ここも中には簡単に侵入させないスティールになりました。いいディフェンスですね、ラシードファラーズ外へ、スミスここは中にアタック、いいアタックですね、決まりました。9点差、富樫も入っています。千葉この富樫、ダンカーのスクリーン使って抜けた、決めてくる、このマッチアップやり合いが、さあこの厳しい時間帯どちらが抜けていくか、原のスリー来る、ここで来た、富樫スリー来るか、来ました、連続ですね、決めました。残り1分40秒で8点差、これスティール、エドワーズ選手の腕がディフェンスが光りました。これは勝利を大きく手繰り寄せる、好転などは許したものの、そこから逆転は許しませんでした。千葉ジェッツディフェンディングチャンピオンとして挑む今シーズンになります千葉ジェッツ。